デイビッド・アラス・ディア・ボーディア、デビッド・アリステア・ボージア、1989年4月24日帯はアメリカ合衆国の飛込競技選手。2012年のロンドンオリンピックの10メートル高跳びで金メダルを獲得した。デイビッド・ボーディアは1989年4月24日にテキサス州のアビリーンで生まれた。ボディアは年にアビリーン高校を卒業後、現在は ノーブルズビルで暮らしていて、バデュー大学に通っている。ボーディアは2000年に飛び込みを始め、2005年からはアメリカ国家飛び込みチームに参加している。ボーディアはオリンピックでの10メートルの高さからの飛び込みは、私はかつて石のように硬くなったと語っている。ボーディアは2008年アメリカ代表選手に10メートル高飛び込みと10メートルシンクロ高飛び込みで選ばれた。 シンクロでの現在のボーディアのパートナーはニック・マクローリーである。二人は2012年のオリンピックで銅メダルを獲得した。ボーディアと以前のパートナーだったトーマス・フィンチャームはローマで開かれた2009年のワールドチャンピオンシップで銀メダルをメルボルンで開かれた2007年のワールドチャンピオンシップでは銅メダルを獲得していた。ボーディアは2010年に オハイオ州で開催されたビッグ転換カンファレンスの中のイベントでトップ10に選ばれた。ボーディアは6回の飛び込みで600点以上を出した最初のアメリカ人となった。ボーディアにとって2012年夏のオリンピックでの最初の競技はシンクロでのパートナーニック・マクローリーと共に参加した男子10メートルシンクロ高飛び込みであり、 中国が486.78点を、メキシコが468.90点を出した中で463.47点を叩き出して、銅メダルを獲得した。これはアメリカにとって、アトランタで開催された1996年、アトランタオリンピック以来のメダル獲得だった。アメリカは2004年と2008年のオリンピックでは、表彰台に選手を送ることができなかった。 二つ目の種目では、ボーディアは10メートル高飛び込みで予選では18位に入ったが、準決勝では3位になった。第6と最終ラウンドでは、世界チャンピオンのチューボは566.85点を、トーマス・デイリーは556.95点を叩き出した中で、ボーディアは568.65点を叩き出して、金メダルを獲得した。これは、 アメリカにとって2000年シドニーオリンピックでローラ・ウィルキンソンが女子10メートル高飛び込みで金メダルを獲得して以来の金メダルとなった。史上初の金メダルは1992年のオリンピックでマーク・レンジがグレゴリー・ローガニスが1988年のオリンピックで3メートル板飛び込みで金メダルを獲得している。ありがとうございます。